まもなく地に入られます。それでは囲み伝えを始めます。まず不正に関する質問からお受け出します。読売新聞の小田です。撮影者発表では8人がオミクロン株の感染ということで、まあ、うち海外渡航歴がある人が増えている状況なんですが、現状のそのオミクロンの感染状況についてどのように分析していらっしゃいますでしょうか。まあ、現在オミクロン株の陽性が明らかになっている方で19名いらっしゃる、トータルで19名いらっしゃる、まあ、そのうちグループともありますけど14名の方は海外渡航と関係がない、そしてそれぞれが個発例散髪をして全てがつながっているわけではありませんので、やはり大阪府内においては市中感染がもうすでにあるという状況だと思っています。また見つかってないという部分もあると思いますから、見つかってないということも想定すると、まあ、府内においては市中感染がもうすでに、この各地であるという前提で対応する必要があるという認識です。なので府民の皆さんにおかれましても基本的な感染対策は同じですので、もう市中感染があるという前提で日々の基本的な感染対策をお願いしたいと思います。まあ、今後これがどのぐらいこう急カーブになって増えてくるかというのはまだ分かりませんが、オミクロン株は感染拡大力が強いというのはほぼ間違いないと思いますので、感染拡大傾向にこれから入る可能性が非常に高いと思っています。あとはその重症化率が低いとも言われてますから、どのぐらい低いかはちょっと分からないので、今症例をすべて病院入院していただいてますので、症例の情報状況については国とも共有をしています。おそらくどのぐらいの割合で重症化しどういう状況になるのかというのも今国でも情報収集して分析をしているというふうに思っています。その結果相当遠くない将来、まあ、これは公表という形になるかどうか分かりませんけれども、明らかになってくると思います。まあ、現時点において、オミクロン株の方陽性者19名いらっしゃいますが、大阪府において、皆さん軽症か無症状という状況です。また今後今ゲノム解析を回している方も21名いらっしゃいますので、まあ、今後もオミクロン株の陽性の方は増えてくると思っています。他にまでありませんか。ABC テレビの本田と申します。今のオミクロン株に関連してなんですが、この年末年始、まあ、移動が増えると思いますが、改めてこの府民に対する呼びかけなどの指示が何かありますでしょうか。はい、年末年始の移動に関してですけれども、ぜひこの日々の感染対策をお願いしたいということと、今大阪においては無症状でも無料で検査を受けられる、そういった体制を整えています。100箇所以上のところで検査ができますので、この症状があるかないか、これが非常に重要ですけれども、まあ、症状がない方もこの移動にあたってはこれ不安だと思われる方はぜひこの無料の検査を受けていただきたいと思います。そして帰省等についてもご家族と相談の上で、判断していただきたいと思いますし、その仮に帰省すると判断されるとしても事前に無料の検査もありますから、そういった検査であったり、あるいは症状がないかご自身できっちり確認をお願いしたい、基本的な感染対策を徹底していただきたい、この年末年始はそのようにお過ごしをいただきたいと思っています。今、お店での飲食など、まあ、2時間程度以内で、まあ、ちょっとしても4人以内とかありますが、例えば外で、まあ、寒いので暴れないかもしれませんが、大人数で飲んでいたりとかっていう人たち、例えば区の職員が呼びかけを回ったりするっていうのは年末年始あったりするんでしょうか。まあ、今何かこう公園やどこかでこう外飲みをしているっていう話もあまり聞かないので、そういった呼びかけをなんか区の職員が特別するということはないだろうとは思っています。はい、ございませんか。まあ、ただ歳末のいろんな活動で特に大阪市内南北についてはこれ大阪市でも管轄でもありますので、松井市長がどう判断されるか分かりませんが、今のところなんかその路上飲みをやめましょうとかっていうので大阪府の職員が回るところまでは想定はしていないです。ただ同一テーブル4人以内というお願い、認証店でもそういうお願いもしていますし、オミクロン株が市中発見
市中感染が確認されているのも日々公表している通りですので、オミクロン株は既にあると思いますから、基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思いますし、不安な方は今無料で検査を受けれますから、そういった無料の検査を受けた上でいろいろ感染対策などと行動をお願いしたいと思います。記事通信のやりです。昨日オミクロン株への感染が判明した宮川市の教員の方は、22日にオミクロンに感染が判明した教員の方と同じ職場の方ということだと思いますが、最初に判明した22日に判明した教員の方の濃厚接触者というのは親族の方だけだったと思います。その濃厚接触者の方ではない関係者の方からオミクロンの感染が発見されたということで、従来の濃厚接触者という定義ですと、こういったふうにちょっと正確な状況とか応えることができなくなってくることもあるかと思いますが、今の濃厚接触者の定義などについて知事どのようにお考えでしょうか。濃厚接触者の定義では、収まりがつかない可能性は十分オミクロン株はあると思っています。というのも感染拡大力が強いわけですから、今まではオミクロン株の感染拡大力を前提に濃厚接触の判断はしてないはずなので、そういった意味では濃厚接触者のこの範囲というのも、やはりこの感染のリスクというのことを考えると、よりそこから感染が広がっている可能性はあると認識して対策を打つ必要があると思っています。ただそこで濃厚接触者の定義を広げるのか、ここはちょっと国で議論してもらわないと、いわゆるその感染症の適用の対応になってきますからになるのなるとこある、これは国でしっかり議論してもらいたいですが、我々現場としたらもうそこの議論を待つことなく広く検査をしていく、これをどんどんやっていきたいと思っています。なので今回学校でも児童濃厚接触者の定義には当てはまらないけれど児童生徒も含めて全員検査もやりました。そして教員なんかもこの広く検査をしている、これは感染拡大の可能性が高いからということで判断をしています。なので今は濃厚接触者に限らずともこれは感染の可能性があると分かれば広く検査をするということを大阪府の方針として進めていますので、これを今後も進めていきたいと思います。濃厚接触者の定義をどうするかについてはもう国一律でやっぱり大阪だけの話ではありませんので、これは感染拡大力も含めて、ただそこをどこまで判断するのか、いろんな重症度も含めて判断するのか、ちょっと僕は濃厚接触者の定義をする側ではないのでなかなかわからないけども、そこは国で判断してもらいたいと思ってます。ただその判断を待ってたら時間言ってる間に広がっていきますから、我々としてはもう濃厚接触者と彼の定義に当てはまして保健所なり、感染研のクラスター班が濃厚接触者とこれは認定する方はもちろんそうですけれども、そうじゃない方も幅広く検査をするということを徹底したいと思います。でなんとか市中感染を少しでも遅らせたいと思います。市中感染はもう避けれないと思いますし、オミクロンが広がるのも避けれないと思いますが、その速度を遅らせたい、その山を少しでも低くしたい、山はできるだけなだらかにしていきたい、そう思って広く検査をしていきます。濃厚接触者でしたね、先生は。じゃなかった、そういう考え方です。違います。はい、ございませんか。それ今、質問予定されている方に一度挙手お願いしてよろしいでしょうか。2名ですね。そら。読売テレビの患者です。同じく市中感染の定義についてなんですけども、こちら部局でも明確に決めてないというふうに思いますが、海外渡航歴がなく、渡航歴や一つの接触をしていない人が市中感染なのか、それとも完全に感染経路が不明なのが市中感染なのか、あなた自身の考えを定義に教えてください。どこで感染したかわからない方が市中感染だと思います。なので海外渡航歴がある方はもちろん海外で感染してきた方、だから海外渡航と接触がある方は、で感染した方はもうそこで感染ルートが分かっているわけですけれども、感染 その出発点入り口が分からずに感染した方はもう僕は市中感染だと思います。でその市中感染の中でもそのグループでつながっているところがあるので、その方を市中感染とするのかどうかですけど、僕は市中感染に定義すべきだろうとは思っています。出発点がその人の出発点が分かればいいと思うんですけど、出発点が分からない、つまりいわゆる我々の中でいうと尻尾がつながらない、海外からの尻尾がつながらない方、どっかの市中で誰かが感染した、
感染経路が見える、これは市中感染ですけど、例えばそこの濃厚接触者の家族っていうのは、その家族から移った可能性が非常に高いわけですけども、例えばその先がわからないので、まあ、そのグループを含めてやっぱり市中感染なんだろうと思っています。これからは市中感染の数の方が増えてくると思いますので、まあ、そういう認識です。なので今後整理の仕方についてもちょっと分かりにくい、夕方の発表分かりにくいので、そこについて、オミクロンの陽性者の方のうちこれだけが海外で、これが海外以外という形で市中感染が何人か分かるような形で の発表にさせてもらいます。今まではそのデルタ株のマイナス陰性の方も出てたんですけど、オミクロン株の方が出てなくて塊がちょっと分かりにくかったので、まあ、そういった意味ではそのオミクロンの陽性の方のうち どういった方が海外渡航とか、あるいはそのつながりが紐付けができる方で、多分紐付けができずにどっかで市中感染したグループも含めて、これは市中感染だと言えるところについて分かりやすいようにですね、6時の発表の新たな表を作って発表させてもらいたいと思います。朝日新聞の高川です。先ほど時間切れになってしまったので、読売新聞さんとの包括連携協定についてなんですけれども、知事としては今後他の報道機関とも同じような協定を結んでいきたいとお考えなんでしょうか。ここはもう実の方がまずは積み上げですから、実の方が積み上げていっていろんなこの取材や報道とはこれは完全に切り離します。取材や報道とは完全に切り離した上で、その社といろんな社もいろんな販売店とかで子ども見守り活動とかいろんな社会活動をしてくれている会社があります、そういったところで協定を結んでいくというのはこれはあり得る話だと思うので、別にどこの社に限るとかっていうのもないんだろうとは思います。ただそこはもう実務的な積み上げだと思ってますので、私自身がどうするこうするというのでは特にはないです、今回も僕自身がこことこうしたらこれはあしたとかっていうのも一切言ってませんので、これは包括連携協定の部署で、ここは協定先としてどうもこの協定がいわゆるその府民の皆さんにとってプラスになる社会活動ができると判断すれば、包括連携協定をその部署において判断する、そして最後は僕自身が判断するということです。最後にしますけれども、先ほどの締結式でも質問が出ていた中で、特定の社とこういうふうに締結を結ぶということが問題あるんじゃないかという質問がありましたけれども、おそらくそれがこういう締結連携協定を結んでいくということが、大阪府と近いメディアとそうではないメディアというようにこう分かれてしまうということを懸念されているんじゃないかと思うんですけれども、そのような問題が生じるかもしれないということについて知事は何かお考えありますでしょうか。取材それから報道に関しては生じないと思ってます。でこういった形で、毎日これは僕も過去もやってるわけですから、質問なくなるのは当然いけますし、取材報道に関して何かこう違いが生じるということはないし、その旨も協定書にも明記もしているということに、そういう協定書の内容です。なので、大阪に多くある企業の一つと取材報道のところはもう当然ここは制限を受けませんから切り離すという中身ですから、そういった形で進めていくということになると思います。なので他の社においてもこれはもう分かりませんけれども、僕は何かこう指示する立場ではないですから、この積み上げで、これは包括連携だということで進んでいけば、それは別に読売新聞に限らず他の新聞社であったり他のテレビ局というのはちょっと分かりませんけれども、そういったことは、今はないですけれども、何かこう選別をしているということはないです。そのつもりもないです。よろしいでしょうか。それではこれで確認さえ終了いたします。